超駅太郎です。さあ、木村拓哉さん、どんな気持ちですかって話なんですけど、スマップのね、メンバーのことを考えたらそうですよね。だって、中井さんはもう楽天の CM? あ、ペイペイか。うん、ペイペイか。楽天じゃないね。ペイペイか。うん。なんかもう CM 出てますし、えー、あれですよ。あの、草薙さんなんかもう、えー、NHK のドラマかなんか出てましたしね。 ねえ、木村さんは一人だけね、うん、なんかうまくやった感があったんだろうけど、ねえ、その判断本当はやめたかったかもしれませんし、でもああいう形で一人残ったのが最悪の結末ですね、これね。うん。だってもう、ねええー、他の方たち、スマップの他の方たちって別に普通に今度やっていけれますからね。 さあ、木村拓哉さん、どんな感じっていう、ね、担ぎ上げられて、あそこでもう長男としてって <laughs>。だって、エージェント契約の長男もクソも減ったくれもないよね。いや、岡田さんはね、対象っていうこと。もう私はこれ懸命な判断だと思います。やっぱり、岡田さん別にね、あの、俳優業がメインですし、もう映画とかでも主役、主役、支援を張れるぐらいなんで、あの、別にこの、うん。 コメントで出てましたね。周りの方に迷惑かけるっていろいろって。まあそりゃそうでしょう。ね。うん。もうご自身で独立なされた方がよっぽどいいと思います。さあそこに来て木村さん。ね。いろんなことが絡み合いって難しいと思いますけど、本当のところはやめたいでしょうね。本当のところは。本当のとか関係ねえよってやりたいはずなんだけど、この行きがかり上やれないくなっちゃった。 うん、どこで何を手を間違えたのか。本当に自分だけは順風満帆思うように、好きなように、自分がやることには世間はみんなついてきたっていう風なんでしょうけど、あのー、映画ちょっと前の信長の、ね、うん、あのー、なんとかバタフライ。私見ましたけど、うんうん、ね。ああ、なるほどねっていう。 感じだったんですね。うんだから何ってわけじゃないですよ。だから何ってわけじゃないんだけど、その映画のね、選び方、選定の仕方っていうのは、ご自身で考えるわけないよな。ねまあ、その後のインスタの敬礼したどのこのうのね、うん次 まあ、あの、クラスにしてみたらさ、よくよく考えてみてくださいよ。不安の人たちが決めた、公募で決まった名前の会社の、えー、所属ですって言えないでしょ、それって。ちょっと、ちょっときついんじゃないですか ?20 代とか30代前半のタレントさんがね、そこにいるのはいいけど、もう40、50になって、うん、こんな風になって。だけど、今度は、じゃあそれに対して、うん。 そういうことを知ってたんですか知らないんですかっていうことは、まあ、だけど、かなり、うん、きついこと聞かれると思いますよ、やっぱり。うん。まあ、スポンサーうんぬんの絡みで、スポンサーさんたちがどういう言い,言い方するかですよね。独立してくれれば契約できるよっていう風なのか、うん。それとも当面触らないのかっていうこともあると思います、やっぱり。うん。 あと何が出てくるかわからない、まだこれから。うん、まあ、それと、まあ、何度も言いますけど、前も言いましたけど、あの、記者会見の質問の仕方って、もうちょっとスマートにできないのかないや、その、一問一答しかできないって言うけど、じゃあ、じゃあ、あの、どれ、もう延々とやればいいのかうん。それとも、一人の、あの、質問者がずっと追求していくっていうやり方もいいのかって。 だから、そこを、そうなることが分かってるのをタレントにやらしてるっていうことが私はおかしいですよ。はい。じゃあまだそのジャニーズ事務所って役員もいたし、その出てこないおっさんいたでしょやっぱりそのなんとかっていう。そこら辺はやっぱり出てきて説明しないと収まらないですね。収めるつもりがないならもうすべて解散ですよ、これ。もう本当に廃業して解散。 もう、あとは、申し訳ないけど、タレントの皆さん自分たちで考えてくださいしかないんじゃないのうん。だって、そこに行って一番年齢がいってる二人が、仕切ってやるって、まあ、そういう風になるけど、うまくいかないような気がしますね。だって、それって、まあ、いろいろ三角っているけど、誰が資金出すんですかって。いう運転資金。えー、それから資本金。 じゃあ、タレントの、じゃあ、東山さんと井ノ原さんが持ち寄るんですかっていう話。株主っていうか、あの、それなりの株主を集めるんですか誰の意向でどうするんですかそういう問題もなってきますよ。それがエージェント契約の会社っていうことなんですかうん。株持ってる人の意向で全部動いちゃいますからね。そんなんでいいのかなっていう気がしますよ。で、もっと大変なのは、今、 被害を訴え出た、あの、400何人って言って、その三百その数字の誤差っていうか、その100何人違うっていうのは、本人じゃない人の、えー、申し出みたいなのも、この人がこうだっていうのもあるから、ちょっとそこの誤差があるっていうのは、いうことですよね。まあ、それは仕方がないんで、ただ、325人ですかすごい数ですよ。で、まだ、まだこれから出ると思うんですよ。こうなって。 初めてよし動けるっていう人もいるでしょうし、で、現役の、今、その、ジャニーズ事務所に所属している人たちの可能性もあるわけじゃないですか、それって。うん,なんか。いちいち公表していくことはないでしょうけど、それがどうなる、こうなるっていうのは非常に気になりますよね。うん これもわからないし、まあ、本当にうまくいった個人情報、個人情報ってなっちゃうんで、うん、だけど異常なことですよ、これ。ね。本当に、まあ、本当にこういうことになると、あれだけの大企業、ね、もうあんだけのものが一瞬にしてなくなるっていうことがわかったっていうことですね。うん、まあ、ここで収まらないと思いますよ。うん、いろんなことがあの出てくると思います。うんまあ あのー、本当にまだ目が離せないというところだと思います。以上です。